そうだ、そうなのだ。この部屋に入った時、何か言い知れぬ嫌悪感を感じたじゃないか。何とも言えぬ、不穏な空気を感じたじゃないか。これが霊感？そんなバカな。そんなことあるはずない。僕は今まで一度だって幽霊なんて見たことないし、不思議な体験なんてしたことはない。みんなの話を聞いたから、おかしなことを考えているだけじゃないか。後ろに何かいるだって。そんなもの、いるわけないじゃないか。わかっている。僕にはわかっているのさ。それが気のせいだってことぐらい。心配ならば振り向いてみればいい。ちょっと首をねじ曲げて、そっと後ろを見りゃ済むことじゃないか。ちょっと首をねじ曲げてってめちゃ怖いね、なんかね、表現。何を怖がってるんだ、僕は。さあ、振り向いてやれ。できない。僕の後ろに目がついていれば、こんな嫌な思いしなくて済むのにどんな考え。畜生、あいつらのせいだ。あいつらが僕のことを驚かすから。こんな嫌な気持ちを味わわなければならないんだ。熱いな。僕は額の汗を拭った。まるで今しがた泳いだばかりのようにびっしょり濡れていた。もう夏なんだ。暑くて当たり前じゃないか。それにしても蒸す。あたりはすっかり暗くなっているというのに、なんて蒸し暑いんだ。だから気分も優れないんだ。もう帰ろう。振り向く必要なんかない。後ろに何もいないのはわかっているけれど、無駄にそれを確かめる必要なんかない。あのドアを開けてしまえば、それでいいんだ。早く家に帰ろう。家に帰って夕飯を食べよう。母さんも心配しているはずだ。そういえば、心なしか腹も減っている。僕は、机の上に投げ出したビニール袋を手に取った。そして、ドアに向かった。ドアのところまではほんの数歩でたどり着くはずなのに、その道ほどの長いことか。宇宙遊泳をしているようで、まっすぐ目的地に向かえない。僕は空気を水のように書いて、ようやくのことでドアまでたどり着いた。そして、ノブに手をかける。改めて感じる背後の気配。やはり何かがいる。僕の動きに伴って、そいつもまたべったりとついてくる。そして、ドアの向こうからも別の気配が漂ってくる。僕は、ついに得体の知れない存在に挟まれてしまった。泣きたくなってきた。目に汗が染みて、痛い。なぜ僕がこんな思いをしなければならないのだ。さあ、このノブを回すのだ。何を躊躇している。簡単な手首をひねるだけの作業じゃないか。僕は自分に命令した。あとは脳の下した命令に、僕の右腕が従えば済むだけのことだ。ゆっくりと回す。カチャリという音がして、ノブはそれ以上回らなくなった。残った作業は、そのドアを手前に引くこと。そうすれば家に帰れるんじゃないか。僕はごくりと唾を飲んだ。怖くない。怖がることはないのだ。この世に幽霊なんて言いやしないのだ。すべては人間の気のせいなのだ。気を落ち着けようと、ゆっくりと大きく深呼吸した。辛い。ドアを開けられない。この手を手前に引くだけなのに、それができない。僕の右腕は、ついに命令に従わなくなってしまった。僕は目を閉じた。これ以上潰れないというくらい、固く固く目を閉じた。歯が鳴っている。カタカタという音が、やけに大きく耳につく。心配するな。怖くない。怖くない。怖くないんだ。さあ、開けてしまえ。ほんの少し、ドアを手前に手を引くだけじゃないか。僕は死ぬ思いで、やっと実行した。ついにドアは開かれた。少しでも開けてしまえば不思議なもので、ドアはどんどん開かれていく。肉眼では見えないが、頭の中の目が開いていくドアをしっかりと見ている。ドアは完全に開かれた。僕は、まだ目を開けられないでいた。ビニール袋を持ったまま手をゆっくりと前方に差し出した。そして、まさぐった。そこにドアの感触はない。やはり、完全に開け放たれているのだ。息が荒くなる。自分の息遣いが、歯の鳴る音と混ざり合い、不思議な音楽となって耳の穴に飛び込んでくる。目を閉じたまま、左手をゆっくりと動かす。ドアの外で待ち受ける何かを確かめなければならない。何もない。手に触れるものは何もない。当たり前じゃないか。なくて、いいのだ。あったら僕はショックで死んでしまう。僕は気の済むまで左手であたりをまさぐると、ゆっくり目を開いた。闇。完全な闇ではなく、薄暗い明かりがポツポツと点灯している闇が見えた。そこは学校の廊下だった。別に、いつもと変わらない廊下だった。そして、動くものは何もない。不審なものは何も見えない。そうだろ。やっぱりそうじゃないか。ああ。僕は力のない声で笑った。そして、部屋の外に一歩を踏み出した。それでも後ろは振り返らず、後ろ手にドアを閉めた。手で鍵穴をまさぐり、鍵を閉める。
ドアが閉まったことを確かめる。これでよし。僕の後ろにいた得体の知れない存在は部屋の中に閉じ込めた。霊的物質が一枚の薄いドアごときで閉じ込められているなど思えないが、そう思いたいからそれでいいのだ。しかし気味が悪い。夜の廊下なんて初めてだ。待て、後ろに何かいるんじゃないか。僕の後ろで何者かの気配を感じる。どうする？振り向いてみるか。何もいないのは分かっているが、振り向いてみるか。振り向かない、振り向く。めっちゃ怖いですね。まあ、普通に振り向かないを選んでみましょうか。僕は誰もいない夜の廊下を駆け出した。廊下は走るな。そんなことはクソくらいだ。どうせ誰も見ていないじゃないか。物音一つしない廊下に僕の足音がこだまする。僕は解放されたのだ。学校に潜む目に見えぬ恐怖から。帰れたのか？お、帰れた。お帰りなさい。遅かったじゃないの。今日はクラブがあるって言ったでしょ。そんぐらい覚えといてよ。そうだったかしら。そうだよ。家では母さんが夕飯の支度をちょうど済ませたところだった。父さんはまだ帰ってきていない。いつも仕事で遅いのだ。きっと今日も遅いのだろう。実を言うと学校を出た時もかなり遅いと思ったのだが、それほど遅くなかった。まだ6時になっていなかったのだ。それなのにあんなに暗く見えたのは僕が怖いと思っていたからに違いない。実際校門を出たら周りが少し明るくなったように感じられたじゃないか。学校の校門を出るまで張り詰めていた緊張感が校舎にはめ込まれた時計を見ることではっきりとした時間がわかり、急にほぐれた。そうなればもう怖いものはなく、今まで怖がっていたのが実に馬鹿らしく思えた。そして恥ずかしくもあった。それで安心して家に帰ってこられたわけだ。でもあれですね、これ時計パッて見たら4時44分ってなってたらめっちゃ怖いですね。もうすぐご飯よ。ああ、わかった。とにかく着替えたい。汗びっしょりのこの服を早く脱いでしまいたいのだ。僕は階段を二段飛びで自分の部屋に駆け込んだ。ああ、疲れた。僕はワイシャツを脱ぎ、ぎょっとした。なんだこれは。ん？僕のワイシャツの背中に真っ黒な人の手形が二つついていた。まるで後ろから疲れたようなシミ、怖っ。今日誰かに押されただろうか。そんな記憶はない。いや、僕の思い違いだ。誰かにいたずらされたのだ。もしかして日野先輩？今日の日に僕を怖がらせるため、こんないたずらを仕組んだ。きっとそうだ。そうに違いない。僕はワイシャツを丸めると、ベッドの上に投げ出した。そして寝転がる。ああ、このまま眠ってしまいたい。それにしても、今日はなんて散々な一日だったのだろう。まさか、あんな連中が学校にいたなんて。でも一学年に500人以上いるマンモス校だもんな。変な奴が何人かいても、不思議じゃない。きっと、日野先輩はわざわざそういう連中を選んだんだろう。変な連中ならば、怖い話の一つや二つでも知っていると思ったんだろうけど、大間違いだよ。おかげで、僕はひどい目にあったんだ。やっぱりこんな大役は断るんだった。とても僕の手に負えないもんな。でも、もう引き受けてしまったし、今更辞めるなんて言えないもんな。ああ、嫌だ嫌だ。どっちにしろ明日は先輩を捕まえなきゃ。これじゃ特集なんて組めやしないもの。それにしても、彼らとまた顔を合わせてしまったらどうしよう。もう顔見知りなんだもんな。それに、岩下さんたちは先輩だし、見かけたら挨拶しなきゃならないんだろうな。嫌だな。それを考えると気が重い。でも無視したら何か嫌味を言われるだろうし、何かされたら嫌だもんな。ああ、まさかこんなことで学校に行くのが嫌になるなんて、ついてないよ。僕はその日、大好きなカレーライスだったのに、あまり味がわからなかった。味気ない夕飯を済ませ、さっさと風呂に入り、早々と寝てしまった。疲れていたせいか、学校での怖い体験も忘れ、ぐっすりと眠ってしまった。ようやく、僕の長い一日が終わったのだ。うん。二日目。二日目って言い出した。一日寝ると結構気が晴れるものだ。そりゃ彼らと会いたいと言ったら嘘になる。会うのは嫌だけれど、会ったら会ったでどうにかなるんじゃないか。それに岩下さんたちも結構今日会ったらケロッとしてるかもしれない。昨日はごめんね、怖かったでしょ。とか言ってサバサバしてたりして。僕はポジティブに考えることにした。それで昼休みを待って、僕は日野先輩の教室に行った。確か3年 E 組。あの、一年の坂上と言いますが、日野先輩はいますでしょうか？見当たらなかったので、僕は近くにいた人に声をかけた。ああ、日野、もうすぐ戻ってくるんじゃないの？彼はそれだけ答えると、教室を出て行った。
仕方なく僕は待たせてもらうことにした。よ先輩はすぐに戻ってきた。あ、先輩。おお、どうした坂上、何か用か。よ先輩は僕が訪ねてきたことに少し驚いてるようだった。あの、昨日のことなんですけど。昨日？昨日何かあったか。日野先輩はキョトンとしている。嫌だな。自分で約束していて、もう忘れてしまったんだろうか。例の企画の件ですよ。今度の校内新聞で学校の七主義の特集をやろうっていうあの企画ですよ。ああ、あれね。それがどうかしたのか。嫌だな。まだしらばっくれている。この調子じゃ、本当に7人呼んでくれたのかどうかも疑わしいもんだ。本当は、最初から6人しか誘っていなかったのかもしれない。昨日先輩の呼んでくれた7人なんですけど、6人しか集まらなかったんですよ。それはいいとして、その6人が話してくれた話なんですが、あれは、ちょっと待てよ。なんだよそれ。は？日野先輩は、機嫌そうな顔をして僕の話を遮った。昨日ってなんだ？約束は今日だろ。僕は一瞬言葉を失った。先輩何を言ってるんだろう。何ふざけた冗談を言ってるんだろう。僕が黙っていると、先輩は言葉を続けた。お前寝ぼけてるんじゃないのか？俺はちゃんと7人に声をかけたよ。今日だって念には念を入れて確認しておいたんだ。放課後の3時半な、新聞部の部室に行くように言ってあるから、お前ちゃんと相手するんだぞ。でも僕は確かに昨日だって話を聞きましたよ。それに、ちゃんと6人は来てくれたし、話も昨日聞いて。お前夢でも見たんじゃねえのか。そんな。とにかく今日なんだからな。あんまり寝ぼけたこと言ってないで、しっかり頼むぜ。僕には何が何だかわからなかった。僕は確かに昨日だと聞いていた。だから新聞部に行ったのだ。間違っていない。何度も確認した。なのに日野先輩は今日だという。僕は本当に夢を見ていたのだろうか。あれは悪い夢だったのだろうか。納得できない。でも、岩下さんや新藤さんが。岩下？新藤？誰だそりゃ。俺はそんな奴ら知らないぞ。知らないなんてそんな冗談言わないでくださいよ。僕は真剣なんですから。僕はつい言葉を荒立ててしまった。しかし、先輩も冗談を言っている様子ではない。あからさまに不機嫌そうな顔をしている。おい坂上、お前いい加減にしてくれよ。俺はちゃんと7人に声をかけた。それで、そいつらは今日の放課後、新聞部に集まる。俺はな、責任を持ってお膳立てしたんだ。お前がどんな夢を見ようが勝手だけど、俺に当たらないでほしいな。それだけ言うと、教室の中に入っていってしまった。先輩は怒っている。僕があまりにしつこく尋ねたからだ。でも僕だって納得できない。僕の見たことは本当に夢だというのか。あんなにはっきりと覚えているのに。あんなリアルな夢はない。今日の放課後、もう一度部室に行けば、わかるはずだ。日野先輩の話が冗談なのかどうかが。午後の授業はさっぱり身が入らなかった。上の空で先生の話も左から右へ通り抜けていく。僕は放課後になるのを待った。確かめよう。今日の放課後、はっきりとするはずだ。僕が夢を見たのか、それともあれは現実だったのか。ホームルームが終わると、僕は急いで部室に向かった。まだ誰も来ていない。本当に来るのだろうか。それとも、やっぱり先輩は僕を担ごうとして嘘をついたのか。その日、スマホの充電はしっかりしておいた。3時20分。約束の時間は刻々と迫ってくる。できれば、誰も来ないでくれ。僕の期待を裏切るように、部室のドアをノックする者がいた。はい。僕は思わず立ち上がった。そして息を呑む。ドアはゆっくりと開かれた。今日ここに来るように言われたんだけど、もういいのかな？初めて見る顔がそこにあった。ちょうどに来た方が良かったかな？僕が何も言わないでいると、人の良さそうな顔をした彼は、キョロキョロと物質を覗き込んだ。あ、いえ、そんなことないです。どうぞ座ってお待ちください。君が坂上くんか？はい。日野さんから話は聞いたよ。学校の七主義の特集をするんだってね。バッチリ怖い話を用意してきたから、期待してくれよ。すごい自信に気だな。あ、そうそう、僕佐伯邦彦って言うんだ。2年生だ。よろしくな。話しやすいタイプの人だった。しかし、彼が昨日姿を見せなかった7人目だということもあり得る。もしかしたら、日野先輩はやっぱり7人目を呼び忘れていて、急遽今日やり直しを思いついたのかもしれない。あとの6人がもう一度やってくるはずだ。きっとそうだ。あ、どうぞよろしく。僕が本日聞き役を務めさせてもらう坂上修一です。僕が自己紹介を終えた時、二
再びドアをノックする者がいた。はい。ドアが開き、メガネをかけたおかっぱ頭の女の子が顔を見せた。入っていいですか？あ、どうぞ。彼女もまた初対面の顔だった。はじめまして、坂上さんですよね。私、一年の野沢智美と言います。まだ一年生なのですが、読書が好きなので怖い話も結構知っていると思います。それで、日野さんに声をかけていただきました。今日は精一杯頑張りますので、お手柔らかにお願いします。こちらこそ。昨日の6人がやってくるものと思い込んでいたため、初めて見る顔の登場と、その丁寧な物腰に、僕はすっかり翻弄されてしまった。今まで来た人全員の第一印象悪いかもしれないね。なんか戸惑ったり無視したりみたいな。あんまり反応できなかったりみたいな感じだから。約束の時間が迫るにつれ、一人、また一人と新聞部にやってきた。よろしくな。はじめまして、僕中村です。3時半を待たずして、僕の前に7つの顔が揃った。昨日見た顔は一人もいない。そうだ、さすがに彼らも同じ話をするのがめんどくさくて、別の人たちが呼ばれたんだ。そうに違いない。そして、新しい7人による学校であった怖い話が始められた。新しいゲームが始まる？そんなわけないか。それでは、これで終わりたいと思います。皆さん、お忙しい中、今日は本当にありがとうございました。集会は終わった。僕たちは後片付けをし、部室を後にした。みんな普通の人たちだった。そして、そんな彼らが語ってくれたのは、僕が思い描いていたような学校の七主義だった。水泳部の練習中に水死してしまった女子の霊が出るプールの話。旧校舎に隠れ住んでいるという殺人鬼の話。夜中に歩き出す校長先生の銅像。人間の血を吸って真っ赤な花を咲かせる、花壇にある吸血植物の話。写真部で眠っている、必ず霊が映るというカメラの話。調理実習室の横にある開かずの間にまつわる話。そして、どこの学校にもある、おなじみのトイレの花子さんの話。確かに、どれも学校にまつわる不思議な話だった。けれどなぜだろう。僕は昨日岩下さんたちから聞いた話の方が、よっぽど怖かった。いや、話自体は今日の方が怖かったかもしれない。でも、あの何とも言えぬ迫力がないのだ。彼らが醸し出す独特の恐怖感。こちらにひたひたと忍び寄ってくるような異様な空気が感じられない。昨日は、あれだけ嘘っぱちだと思った話なのに、今日の話の方が、よほど作り話に思えてしまう。語り手の話し方のせいだろうか、岩下さんたちが持っていた鬼気迫る独特の雰囲気がないせいだろうか。今日聞いた話は、聞いた時は怖くても、その場ですぐに忘れてしまう怖さ、心に残らない怖さなんだ。なのに、岩下さんたちから聞いた話は、後でじわじわと怖さが増してくる。あの話を思い出すたびに、語り手の顔が一緒に浮かんでくる。あの狂気の表情が。それがまた怖い。まあ、視点が定まってなかったから怖いよね。それはね。明日、もう一度日野先輩に会おう。そして本当のところを聞き出すんだ。日野先輩が。本当に昨日の6人を知らないのか。そういえば坂上くんめちゃめちゃディスってなかったっけ、最初の方。ね。もしそれが事実ならば、僕はとてもリアルな白昼夢を見たことになる。そうでないことを願う。僕の想像が外れていることを願いたい。僕は学校を後にした。今日は昨日と違ってなかなか寝つけない。寝たら彼らが夢に出てきそうでならない。僕はまんじりともしない一夜を過ごした。3日目、学校に行くのが億劫でならない。昨日眠れなかったからだろうか。なぜかあの6人のことが忘れられない。僕の頭の中で彼らの存在がどんどん大きくなっていくようだ。このままでは支配されてしまう。それでも僕は自分に言い聞かせ学校に向かうことにした。1時間目が終わるとすぐに僕は日野先輩に会いに行った。よう、どうだった昨日は。結構うまくいったそうじゃ。おかげさまでありがとうございました。日野先輩は機嫌が良さそうだ。なんだよ元気がないな。あまりの怖さにビビったか。僕はためらいながらも話を切り出すことにした。聞かねばならないのだ。聞かなければ、僕は楽になれないのだ。すいません。先輩は本当に岩下さんのことを知らないんでしょうか。もう岩下さんたちじゃなくて岩下さんって言っちゃってるね。新藤さんや風間さんや新井さんや星田さんや福沢さんのことを知らないんでしょうか。先輩はおもむろに顔をしかめた。おいお前どうしまったんだ。まだわけのわからないことを言ってるのかよ。暑さに頭をやられちまったんじゃねえのか。
確かに先輩の言う通りかもしれない。昨日は怒っていたけれど、今日はなんだか僕のことを心配してくれているようだ。僕があまりに変なことを言うからだろうか。話の様子からして、本当に先輩は嘘をついていないようだった。大丈夫です。変なことを聞いてすいませんでした。おう、ならいいけどさ。それよりあの企画、一週間以内にまとめておけよな。もうすぐ期末試験で大変だろうけど、頼んだぞ。はい。そうだ、あと一週間で期末試験が始まるのだ。他の学校へ行った。中学の時の友達に聞いたけれど、この学校は、期末試験が始まるのが他の学校よりも遅いらしい。その分勉強する時間ができていいのかもしれないけど、なんだか休みが減らされているようで損した気分になる。期末試験か。そんなことどうでもいいかな、今は。先輩にはああ言ったけれど、僕はどうしても納得できなかった。あれは夢ではない。もしあれが夢だというのならば、僕の頭がどうかしてしまったのだ。こうなったら、自分で確かめるしかない。彼らが夢に出ないことを確かめればいいのだ。僕は、おぼろげな記憶を頼りに、彼らの教室を訪ねて回った。風間さん、いますか？誰だそれ。進藤さん、いますか？他のクラスじゃないのか？福沢さん、いますか？ああ、いるわよ。本当ですか？私に何か用？いえ、他の福沢さんなんですけど、福沢玲子って言います。そんな人知らないわ。このクラスに福沢は私一人だもん。僕はすべてのクラスを回ったのだ。学年も間違えているかもしれないと思い、すべてのクラスで全員のフルネームを確かめた。同じことで何度も足を運ぶ僕を、みんなは奇妙に思っただろう。放課後、ほとんどの生徒がいなくなるまで、僕はすべての教室を回り続けた。収穫はゼロ。結果は悲惨なものだった。進藤誠、風間望、岩下明美、ホスタ智春、荒井昌司、そして福沢玲子。この学校に彼ら6人は存在しなかった。やはりあれは夢だったのだろうか。まさか、僕は異次元の世界にでも紛れたというのだろうか。いつもとは、どこかが異なる別の世界。そんな世界にやってきてしまった。彼ら6人だけが存在せず、あとは何も変わらない世界に。それとも、あの6人と一緒だったあの時間と場所だけが別の世界で、もう僕は本来の自分がいるべき世界に戻ってきたのかもしれない。そんなことはありえないな。でも、今現実に起こっていることだってありえないじゃないか。本当に夢なのか。いや、夢だったのだ。そうでなければ、もう解決できないじゃないか。あれは悪い冗談だったのさ。そう思えば気が楽になるさ。でも、そう簡単に思えるものなのか。僕は頭がおかしくなったんじゃないのか。いや、そんなことはありえない。考えたくもない。忘れればいい。不思議な体験ってあるもんなんだな。それで済ませて、早く忘れればいいのさ。それだけのことさ。暑くてどうかしていたんだ。僕は、あの日新聞部なんか行かなかった。とにかく夢を見たのだ。僕はその日家に帰ると、あの集会のことだけを考えた。考えたって結論なんか出やしないのに。あの日の出来事は夢で片付けるしかないのに。さすがに昨日一睡もしていなかったせいか、その日はすぐに眠ることができた。僕は夕飯もろくに取らず、風呂にも入らず、ベッドに潜り込むとそのまま意識を失った。死んだように眠ったのだ。そして僕は悪夢を見た。夢の中で僕は公園のベンチに座っていた。見覚えのない公園だったけれど、とてものどかな公園だった。鳥がさえずり、子供たちがはしゃいでいる。どうして僕は公園にいるのだろう。でも気持ちいい。暑くもなく、寒くもない。ちょうどいい気温で、心地いい風が吹いている。こんな幸せな気持ちは久しぶりじゃないか。突然、僕の隣に一人のおばあさんが座る。とても薄汚いおばあさんだ。おばあさんはまるで魔女のような出立ちをしていて、薄汚い。もう何ヶ月も洗っていないのか。髪が伸び放題で、ごわごわに固まっている。その髪に隠れて、顔はよく見えない。僕はこのおばあさんを見たことはなかったけれど、なぜか知っている。彼女の存在が、記憶の片隅に引っかかっていた。どこかで会ったのか。いや、会ってない。一緒も会ったことはないはずだ。でも、そのおばあさんがとても身近な存在に思える。どうしてだろう。僕はそのおばあさんのことは知らないはずなのに。いい天気ですね。突然、おばあさんは僕に話しかけてきた。はあ。
無視してもよかったのだが、あまりに気分が良かったせいだろう。僕はおばあさんの話に相槌を打った。この公園にはよくお見えになるのですか？さあ、僕にもよくわからないのです。初めてのような気もするし、いつか見た風景のようにも思える。不思議な気持ちです。そうですか。どこかでお会いしましたか？さあ、それもよく覚えていないのです。おばあさんとは昔からの知り合いだったような気もしますし、全く知らないようにも思える。でも初めて会ったのでしょう。けれど、なぜか知っているように思えるのですよ。おばあさんが他人のように思えないのです。僕は、なぜそんなことを初対面のはずのおばあさんに話したのか自分でもわからない。きっと、病気のせいなんだろう。それきり、僕とおばあさんは黙って、和やかな一時を過ごした。私には身寄りがありませんのじゃ。突然何を言い出すのかと思った。おばあさんは思い詰めたような声で、ため息混じりにそう言った。僕は何も言い返せずに固まった。息ができない。嫌な汗が全身から吹き出してくる。あんた、私のことを覚えているんじゃろ。僕は答えられない。答えたくない。すると、そのおばあさんがゆっくりと僕に顔を近づけてきた。そして、深くかぶっていたフードを外して笑った。俺だよ、振動だよ。俺のこと忘れたんじゃねえよな、坂上。そこに薄汚いおばあさんの姿はなく、いつの間にか振動さんが立っていた。ベンチから転げ落ちて、尻餅をついて震えている僕を上から見下ろし、せせら笑っている。逃げたい。この場から逃げたい。今すぐにでも逃げ出したい。でも僕は逃げられなかった。足に根が生えたようで、動いてくれない。怖いか？振動さんは突然そんなことを聞いてきた。はい。僕は何て答えるか考えたのだけれど、答えが見つかる前に自然とそう答えてしまっていた。それが正直な気持ちだったのだろう。あと4日だ。振動さんは右手の指を4本立ててそう言った。あと4日？そう、あと4日だ。何がですか？あと4日ってどういうことですか？それはお前が一番よくわかってるじゃねえか。覚悟しておけ。あと4日だ。何をわかっているというのだろう。でも僕はわかっているのかもしれない。だって、振動さんがそう言うのだから。振動さんはそれだけ言い残すと去っていった。その時、僕は夢だと気づいていたのかもしれない。不思議なものだ。夢の中で夢を見ている自分が、はっきりと感じられるというのも。振動さんが立ち去った後も、僕は一人尻餅をついたまま、夢の中で空を見上げていた。空の上では、何か大きな目玉が僕を見つめていた。でかい。その目玉は僕を逃がさないように監視しているのだ。いや違う。あの目玉は僕だ。僕の目玉だ。僕が、僕から逃げられないように監視しているのだ。僕は怖いのだ。怖くて怖くてたまらないのだ。だけど僕は笑っている。何を考えているのかわからないような、だらしない顔で笑っている。あの目玉の中に、だらしなく笑う僕の顔が映っているのだ。僕は、僕は、僕は、僕は。すごいね。うわぁ。僕は大声で叫び、飛び起きた。僕の部屋だった。パジャマがぐっしょり濡れていた。動悸が激しい。息をすると、口から心臓が飛び出してしまいそうだった。指先が震えている。時計を見ると、まだ夜中の3時半だった。夢だ。夢を見ていたのだ。あの襲害が見せる悪夢を、あんなに幸せそうな風景だったのに、何の変哲もないのどかな夢だったのに、僕の恐怖は収まらない。あと4日、振動さんの話をしていた約束の期限を思い出した。何があと4日なのだろうか。振動さんは何を言いたいのだろうか。そもそも、あの集会そのものだって、僕の見た悪夢なんじゃないのか。彼らは現実に存在していない。彼らは悪夢の中の住人だ。まさか、自分の見た悪夢に取り殺されるのか。何なんだ彼らは。どうして僕は彼らの夢を見た？いや、彼らは夢じゃない。あの体験は間違いなく夢なんかじゃない。だとしたら、僕が学校に通っている世界そのものが夢？僕は何を信じればいい？寝なければ、寝て、すべてを忘れなければ。僕は肌にへばりついて不快なパジャマを着替えた。その間も、僕の動悸は少しも収まらなかった。今ははっきりと目が覚めている。早くに寝てしまったからだな。バカなことは考えるな。僕はまた声に出して自分に言い聞かせた。あれ以来一人言が多くなった気がする。一人言が多くなると、それは精神的に異常をきたし始める危険信号だという話を誰からか聞いた覚えがある。いや、あれは本で読んだのかな。でもそうすれば楽になるんだ。
楽になるはずなんだ。とにかく寝よう。寝るんだ。着替え終わると、もう一度ベッドに潜り込んだ。ベッドの中も湿っている。よほど汗をかいたんだな。それほど怖かったわけだ。これじゃ寝られやしない。シーツも変えないとダメだな。でも、替えのシーツは僕の部屋には置いてないし、取り替えるのもめんどくさい。明日は学校を休もうか。いや、もうすぐ期末試験が始まるんだ。今は授業にだって期末試験のヒントが隠されているんだ。だから休めるわけないじゃないか。学校に行かなければ、学校に行くためにも今は寝なければ。なのにシーツが湿って眠れない。動悸が収まらず眠れない。今着替えたばかりのパジャマがもう汗ばんできている。クーラーをつけようか。そうだ、クーラーをつけよう。涼しくなれば寝れるさ。今僕が眠れないのは蒸し暑いからだ。怖いからじゃない。まだ夏は始まったばかりだというのに、梅雨が明けて間もないというのに、なぜこんなに蒸し暑いんだ。今年の夏は暑くなる。間違いないな。クーラーをつけても一向に涼しくならないのはなぜだ。クーラーが壊れているんだ。きっとそうだ。僕の部屋のクーラーは壊れてしまったのだ。誰が壊した?オッサさんか?オッサさんがそっと僕の部屋に忍び込んできてクーラーを壊したんだな。そうだ。そうに違いない。やはり、あの日のことを恨んでいるんだ。僕の態度が気に食わなかったんだ。僕は何を考えている?おかしくなっているのか?僕はおかしくなってしまったのか?4日目。なんとか、日を超えられたな。